はいどうもこんにちはクレイです。ということで今回は S ランク抑え追加こちらが来ましたので動画の方を撮っていきたいと思います。はいというわけでございまして、まあ、厳密に言うと昨日からね、追加の方は来てるんですけど、まあ、昨日はいろんな更新がありまして、まずですねこちらのゴールデンウィーク福袋に関しての動画を出してますので、まあ、まだね福袋の動画見てない方はよかったらそちらから見てください。ということで今回抑えを見ていくんですけど、抑えに関しては今回ね必須級の選手が多数、登場しております。まあリーグ的にもそうですしリアタイ的な部分で考えてもね非常に強い選手が出てるので、まあ、今回そこにね、スポットを当てて能力の解説とガチャの方をねやっていこうかなと思います。ということで早速本編やっていきましょう。さあということでございまして早速ですね一人ずつ見ていきたいと思うんですが、まずはソフトバンク森唯斗選手ですね。はい、こちら球威と制球がそれぞれプラス1ずつのアップ査定になりまして、相変わらずですね、強い能力になっております。称号での球威制球同値も、狙えるというところで、まあ僕自身もねずっとこの森唯斗選手の球威制球同値のものはリーグオーダーでも未だに使っているぐらいなので、まあかなりリーグ的には強い能力になってます。でさらにですね今回球種の部分でフォークが C から B に上がっておりますので、まあ今現状のね、超変幻自在という、コンボの部分に関してこの B 級種以上というところがね非常に重要になるんですが、まあその部分でもかなり強化をされてるのかなというところです。であとは中継ぎも相変わらず限界突破5回できる E 適性維持になってるので、これも適性的には非常に大きいですね。続いてロッテ増田選手ですね。はい、こちら能力の変動ありませんでしたね。でまあ証拠で相変わらず 9A までは持っていけますと。であとは球種とか諸々に関しても変更はないので、まあここは相変わらずの、強さと言っていいかなと思います。続いて西武の増田選手ですね。はい、こちらに関しては称号で球威制球の同値が相変わらず狙える能力になってます。でステータスの変動はなかったかなといった感じになっております。でまあただ一番大きなところはこの増田選手ね中継ぎの適性消えちゃったんですよね。これがめちゃくちゃ痛いところであるんですけど、まあでも球威制球同値、で決められればまあ当然、オーダーにはやっぱり入ってくるのかなというところです。のでまあリーグオーダー的にね、特にここは重要なところかなと思ってます。続いて楽天松井裕樹選手でございます。はい、こちら制球がマイナス2のダウン査定、逆にスタミナがプラス2のアップ査定という形になっております。でこの松井裕樹選手に関してはね球種の部分がめちゃくちゃ変わっていて、まあこれがどうなのかっていうところなんですよね。特にツーシームがね消えちゃったっていうところが一番大きいと思うんですけど、まあ個人的にはリアタイに関しては、まあ、継承じゃなくて前のものの方が強いんじゃないのかなと思っているところではあります。まあただこの辺は正直使ってみたりとか対戦してみないと分かんない部分でもあるので、まあ、難しいところであるんですけど、個人的には今現状当たってもステイかなっていう感じはします。続いて日本ハム秋吉選手ですね。こちら球威がマイナス1のダウン査定、制球がプラス1のアップ査定になっております。で中継ぎも限界トップ0でいける適性ですね。相変わらず維持で来ております。で B 級市場も2つあるんで、まあそこの部分で考えると能力的には悪くないかなって感じですね。続いてオリックス平野さんですね。はい、こちら今季から日本復帰、された選手なんですけれども、全体的にワールドスターと比べるとね若干能力落ちちゃってますねといったところであるんですが、まあただ QEA 部デフォルトで乗っていて、でなおかつ中継ぎ抑えともにね、限界突破ゾロでいける適性は持ってるので、まあまあ、その部分ではね、リーグ的には悪くないのかなと思ってます。続いて巨人デラロサ選手でございます。こちら球威マイナス1のダウン査定になりました。あとは中継ぎの適性が B から C に下がっちゃったんで、まあ中継ぎで使うには限界突破3回が必要になっちゃいましたね。まあこれもちょっと痛い修正ではあるかな。まあただ球種とか、特能とかに関しては変更ありません。続いて阪神スアレス選手ですね。はい、こちらはシリーズ2の、通常のものと比べると大幅に能力上がっていて、球威プラス3制球プラス5のアップ査定になってます。まあ一応ベストナインタイトホルダーと比較すると、それぞれマイナス1ずつのダウンというか、まあ、ベストナインタイトホルダーはそもそもプラス1査定なんで、まあ同等と言っていいかなという感じなんですけど、まあそれ以上に球種の部分ですねが、全体的に大きく強化されております。まあここに関して言うとツーシームが横変化なのがちょっと痛いところであるんですけど、まあでも全体的に高い査定ですし、まあ特にストレートに関しては161キロ投げれるんでかなり強いんじゃないかなと思ってます。続いて中日ライデル・マルティネス選手ですね。はい、こちらに関しては球威制球がプラス3ずつのアップ査定、これ大幅な査定ですね、変更されておりまして、でさらに球種の部分も強化されていて、フォークからスプリットになっております。これも非常に大きいですね。でさらにはツーシームも維持していますので、まあ今現環境のリアタイにおいてはね、かなり強い投手になるんじゃないかなと思っています。であと中継ぎも限界突破ゼロでいける適性を持ってるんで、起用法的にもね、かなり助かる選手かなと思ってます。であとはさらにタイピンもあるんでね、この辺発動できるとかなりマルティネス選手強そうだなという印象ですね。続いて DeNA 三島選手でございます。こちらに関しては制球がプラス2のアップ査定になりました。であとは、まあ、QA 証拠に乗せられるっていうところと、あとは変化球の部分でいうと、ストレートがですね C から B に上がってます。これかなり大きいですね。であとは中継ぎの適性も S 維持なので限界突破ゼロでできるっていう感じです。
続いて広島栗林選手ですね、はい、こちら通常の S ランク初登場になりました。ルーキーでこのタイミングの通常 S ランクって多分なかなかない異例の速さだと思うんですけど、まあ、今年ここまで本当に素晴らしい成績をね抑えてされてるので、まあ、登場は当然かなと思います。で一応もうすでにドラ1覚醒というところも出てるんですけど、そこからステータスの変動はなかったですね。でただ個人的にはね、この栗林選手このままいけばセレクションの登場もあるかなと思ってるので、まあそこでは結構、まあ特にステータスの部分かな、球種はあんまり変わらないんですけど、まあステータスの部分はがっつり変わってくる可能性もあるのかなと思ってます。でまあ抑え適性が当然 S になってますね。でラストヤクルト石山選手ですね、はい、こちらは制球がマイナス1のダウン査定になりました。ただ相変わらずね球威制球の同値は狙える形になっています。まあ、あとの部分でいうと中継ぎの適性が S から E に下がっちゃったんで、ここ限界突破5回が必要になったんですよね。まあこれはちょっと痛い修正かなって感じですね。はい、ということでございまして、以上がですね、今回追加になってる抑えなんですけれども、まあ個人的な狙いでいうと、まあまずはリーグ的には森唯斗選手、そして増田選手ですね、はい、こちらの2人がまあ必須にはなってくるのかなと思っています。まあ今現状もオーダーで使ってますし、まあそのまま継承できて昇降まで決められると大きいのかなというところですね。で逆にリアタイ的な部分でいうと、マルティネス選手と、まあ、あとはデラロサ選手ですね。昨日一応スアレス選手引けてるので、まあ、この2選手かながリアタイ的にはちょっと欲しいところかなと思っています。はい、ということでもうやっていきますか。とりあえず、グレード7まででグレード6までは、巨人で自チーム行こうかなと思います。昨日もまあ福袋でやりましたけれども、坂本選手の S ランクを狙いつつ、まあ、A ランクの部分でも坂本選手すでに登場してるっていうのと、またその他の選手でも結構欲しい A ランクあるんで、まあ、狙っていこうかなというところでございます。さあまずはグレード1、まあ飛ばないよね。さあグレード2、どんどん行きましょう。この辺はまあとりあえず今回一応一周の予定ではいるんですけど、まあ狙い引けなかったらもう一周行こうかな。さあまあでも本当に今回狙いの選手が多すぎるんで、ちょっと逆に難しいですね。うん、さあグレード3、まあでもちょっとこの抑えのタイミングはね、本当に投手オーダーを補強するっていう点ではめちゃくちゃまあいいタイミングなので、特にリーグリア対ともにそれなりにやってる方はね、うん、まあもちろんちょっと課金できる前提にはなっちゃうんですけど、まあ、グレードアップスカウト、このタイミングのグレードアップスカウトは結構年間通してもね、非常に重要なガチャになるかなと思っています。さあグレード4、まあガン回ししたい気持ちはあるんですけどね、ただ TS 狙い撃ちもね、この後、まあ明日多分ドア出すと思うんですけど、回さないといけないんで、まあなかなかにちょっとねエナジーの出費がとんでもないことになりそうなんで、うん、というところであります。はい、さあグレード5、ここから A ランクは確定ですね。まあちょっとこの辺で途中で S ランク出していこう。途中で S ランク、ああいやー、ただ巨人ではねそこまで狙いの引きとはならなかったんで、ここでいやー来ないか。あーいドン。で昨日ねちょっとあの栄冠9の厳選生放送っていうのをやってまして、まあ、あのゴールデンウィーク中に栄冠9をねまたやろうかなと思っているんですけど、まあ、その最初のスタート段階、言うたらリセマラみたいなものなんですけど、それを6時間延々とやってまして、この人喉がめちゃくちゃしんどい状況で今撮影しております。さあちょっと聞き苦しい点もあるかもしれませんが、ご容赦ください。あー来ない、まあ、またちょっと今日もね、夜やろうかなと思っているのだったら見に来てください。さあA ランクは坂本さんが欲しい。あー鍵谷選手の A 始めたとった。オッケー。はい、ということで、グレード7なんですけど、ちょっとここね中日でいきます。ちょっと最近中日調子がすごいんですけど、まあマルティネス選手今回、まあ、一番やっぱこの選手の中では取っておきたいかなっていうところもあり、まあ、リアタイのね中継ぎがやっぱり現状僕のオーダーの中でも、まあ、課題点かなと思ってるので、ガチガチオーダーの中でもね、中継ぎ投手は何枚あっても困ることはない。行きましょう。まあ、ただ30%外したとしても、まあ、森選手そうだし松田選手もそうだし、あとはデラルサ選手もそうだしというところで、まあ、それこそ三島さんとかもねもちろん欲しいですし、まあ全然外しても OK ぐらいの気持ちではいます。さあ途中、あー来なかったということで1枚でしたね。まあじゃあライデル引けたらこの動画締めますか。引けなかったら続行、引けたら終了、いきましょう。まあ終わる気で言います。今回もご視聴いただきありがとうございました。ぜひともこのなければ高評価チャンネル登録お願いします。最高30%いけるかお願いします。はい、あーまあ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 、よし、オッケーオッケー、全然オッケー全然オッケー。巨人から自チームを変えた途端にこうなるというね。まあよしよしよし。さあということでね、なんかエナジーが増えたんでもう一周行こうかなと思います。まあ、また自チームは途中まで巨人に戻します。まあちょっともし見どころがなければ、こっから先はちょっと、まあ、尺もそれなりに長いと思うんで、飛ばし飛ばしでカット入れていこうかなと思ってます。
てかこのガチャっていつまで？あ、6日までか。あ、結構長いんですね。お、月出た。月出てるよ、はい、はい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 、ある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 、全然ある全然ある。あー、いやまあでもワンチャンある、ワンチャンある、ワンチャンある、ワンチャンある。はい、来い、バッターゼロ、おい、はい。まあ一応あれか、ゴールデンウィーク明けにガチャ更新って感じなのかな。あ、また月が来た、はい、白。あー、おー、あるよ。でもある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 、ありそう、なんかありそう。おー、来たー、やったー、やったー、来たー、ありがとうございます。よし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 、今日初の覚醒以外来たー。あとは自チームこのまま引けたら坂本選手の可能性も当然ある。行きましょう、どこで来る。最後まで耐えれば自チームかな。あ、耐えた、来た、巨人。いや、ワンチャンあるぞこれ、坂本さん。これで坂本選手引いたらマジのガチの神引き。行きましょう、お願いします。はい、あー、まあ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 、中川選手も OK、 全然 OK、 全然 OK。 よし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 、すげえ、今日だけで中川選手、デラロサ選手揃ったわ。めちゃめちゃこれで巨人純正強くなりそう。あざす、オッケー、嬉しい。で、そう、グレードアップスカウト6日までなんで、ちょっと難しいっすね、更新がなかなか。特にイベントが読めないんですよね。ガチャ更新はまあ当然もうそこまでないのかなっていう感じなんですけど、イベントがね、確か捨て身が土曜終わりだったかな、かなんかですごいイレギュラーな感じなので、まあゴールデンウィークを特別しようかなっていうところはあるんですけど、ちょっとね、イベントの予想が非常に難しいなというところではありますね。まあでもゴールデンウィークね、このまま交流戦とスペミだけで終わるってなると、めちゃくちゃなんかこう、なんて言ったらいいんだろう、プロスピでやることが少なすぎるというか、まあもちろん試練やったりとか、おのおの別でやることがあるっちゃあると思うんですけど、まあなんかこう盛り上がりに欠けるっていうか、ちょっと地味かなっていうところもあるんで、まあそこがなんか変わってくれたらいいなと思ってるところであるんですけど、まあでも野球版とかも一応ね、今月と、あ、今月というか5月か、5月実装予定とはなってるんですけど、どうなんだろう、このゴールデンウィークのタイミングにはなんか来ないような気がするんで、まあちょっと違う更新を期待したいなっていう感じですね。はい、ってことで2週目ラストいきたいと思います。まあ今回もここで終わりましょう。自チームまた中日に変えてマルティネス選手狙っていきます。まあマルティネス選手じゃなかったとしたら、森選手、松原選手、三島選手の3人かな。それ以外だったらちょっと悲しいエンド、いきましょう。さあマルティネス選手来たいな。ちょっと最近中日調子が本当にすごいけど、行こう。マルティネス選手の S 引けたらかなり中継ぎは強化できる。おー、2枚なかった、長野さん、はいはい。おー、佐野さんの A、 いいね。もうさすがに S 来ないかな。あー、なかったですね。はい、ということでいきましょう、ラスト確定。今回もご視聴いただきありがとうございました。本当のラストです、今回がね。今回こそご視聴ありがとうございました。さあ 30% を打ち抜いてマルティネス選手を引くことができるか、お願いします。ラストカモン 30%。 おー、よし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 、結果オーライ、ありがとうございました。